いた祭りである。2009年の開催を最後に廃止された。横浜市内数カ所に設けられたステージで、イベントが行われる。二日目の夕方には、鶴屋町三丁目交差点、岩崎学園前から、横浜西口前ロータリー大え、横浜西口店の区間に交通規制が敷かれ、小敵隊や三越のパレードが行われる。1979年の、 1> 第1回開催から年1回のペースで続けられ、夏の横浜で最大のイベントとして定着した。1998年に浜恋踊りが始まってからは、そちらがメインとなり、末期には公式ページにおいても、横浜カーニバル浜恋踊りという一体の名称が使われるようになった。マスコットキャラクターは、カモメの姿をした、浜恋くん。2009年には、 彦根城のマスコットである彦コニア、うんと共演した。2008年頃に始まった世界同時不況の影響で企業からの協賛金が確保できなくなり、2010年3月1日に実行委員会が廃止を決定30年以上にわたって続いてきた横浜カーニバルはあっけなく終了した。なお、実行委員会は総鉄グループ横浜岡田や 地元の商店会で構成される、横浜駅西口振興協議会の組織である。横浜駅東口、大栄横浜西口店前、高知県のよさこい祭りをもとにした、いわゆるよさこいの一つであり、1チーム20名以上であること、曲そのものは自由であるが、赤い靴のメロディを挟むこと、音の出るものを持って踊ることが条件となっている。 さらにコンテストに出場するには上記に加えて100名以下であること、曲は4分30秒以内であること、ハマ恋の掛け声を入れることも条件となる。参加費は無料。踊り、衣装、化粧等には制限がないため、エアロビクスやヒップホップなど幅広いジャンルのダンスチームが参加していた。ステージ、路上のいずれにおいても、 定位置で踊るのが基本であり、高知のよさこい祭りのように路上を前進する振り付けは行わない。同じ理由で、地方車の持ち込みもなく、会場の PA 機材を利用する。1998年度から開始され、徐々に横浜カーニバルのメインイベントとなっていった。当初7チームだった、参加団体は2009年度には79チーム3000名。 以上が参加するまでになり、横浜カーニバルといえば花恋を踊りを指すまでになった。演舞は午前中から夜20時頃まで続き、それぞれのチームが数カ所の演舞場を巡回しながら踊る。メインステージである沢渡り中央公園ではコンテストが行われる。2009年度の演舞場は以下の通り、年度によっては二股川駅の改札前や、 モザイクモール港北も会場となった。なお、横浜カーニバル中止後の2010年6月6日、山下公園、ゾウのビパーク、日本大通りにおいて浜恋踊りが開催された。これは2010年6月4日から6月6日にかけて開催された横浜セントラルタウンフェスティバル Y151 のイベントの一つとして実施されたもので、 浜恋踊り自体は過労死で存続したことになる。2011年度以降の実施については未定である。日区の歴史横浜市日区ホームページ、AB 横浜の夏の恒例イベント、横浜カーニバルが中止に、不況で協賛金集まらず、神奈川新聞2010年3月2日、AB 本目ジャズ祭など恒例イベント、今回相次ぎ中止。 廃止日本経済新聞2010年6月18日、AB 横浜カーニバル、浜恋を踊りに3300人が参加横浜経済、新聞2005年8月15日、萩市訪問&、横浜カーニバル関空 e n a o と、開国150年祭実行委員会2009年9月2日、風景。 風物詩夏の風物詩横浜カーニバル浜恋、踊り館春日記2006年8月25日。浜恋踊りが終わってしまった。よさこい写真ブログ2010年3月4日、横浜カーニバル浜恋踊り2008横浜、観光グルメガイドエビ、浜恋踊りをひこにゃ。 が応援 Y150 やトライアスロン会場でも、開催横浜経済新聞2009年8月21日、第31回横浜カーニバル、浜恋踊りと、彦根友好交流事業が、同時期に開催総鉄河原版181号、横浜カーニバル気ままに春旅2006年8月19日、開催プログラムメイン、会場横浜セントラルタウンフェスティバル、Y151、 ありがとうございます。